はい、こんにちは。車買い取り専門店 J ボヤ貸し店でございます。今日はね、バネットトラックですねのレト車になります。レト車生きてます。距離は14万、半ばぐらいまでの距離走ってたんですけども、まあミッションですしね、まだまだこれから活躍はできるんじゃないかと思います。まあ比較的車は綺麗なんですけどね、ちょっと冷凍車なんでね、もうこの庫内はちょっと臭いですね、やっぱりね。積んでたのが多分鶏肉とかだと思うんですよね。鶏なんとかって書いてあったんで、会社名がね、まあ、ちょっとあの見え、ちょっと見えるんだよね、すごい跡が残っちゃってるんですけど、まあまあなるべくちょっと見えないようにはしてるつもりなんですけど、まあちょっと50年またね、看板とかつけてみるとか、もう一回ちょっと一生懸命磨いてみるっていうのもいいんですけど、もう焼けちゃってるんでね、完璧に見えちゃってるんだよね。今この肉眼でね見てる限りだったらね、ちょうどこの辺にね書いてあるんですけど、まあ見えるっちゃ見えるんだよね。まあ見えないっちゃ見えないんだけど、あとねここの扉は開けちゃうと、あの変な、もうなんかレールがダメになってて使い物にならないです。今もロックしちゃって取れないようになってるんですけど、で一応なんかガムテープみたいなのつけてますけど、一応ここ使えないです。まあ使えるようにはなるとは思うんですよね。ちょっと直せばね、直せばなると思うんです。そんな大して大丈夫だと思うんだけど、ちょっとね、もし直せるんだったらね、直してくださいって感じです。そういう感じですね。車的にはちょっとね、この辺とかやっぱりね、ここ少しガチャってやってるんだよね。あと冷凍機のね、まあ冷凍機はちゃんと動いてるんで、ここ少しねやっちゃってる、そんな感じかな。あとフロントのパネルか、ここ分かります、チャーってなってた、あとここにチャーってなってたね。自分でタッチペンしてるんで、まあ、なんとなく分かんないにはなってるんですけど、いう感じです。あとこっちが乗り降りの時にもう擦っちゃってね、もうこんなになっちゃってるんだけど、まあしゃあないね、配達とかしてるからどうしてもそうなっちゃうんでしょう。でルーフです。でこう、冷凍庫の中ね、上ですね、この辺もねぐちゅぐちゅになってます。やっぱちょっと当てたりとかしてね、こんな感じでなっちゃってるけど、ここなんかひどいね、こんな感じでねなってます。はい、まあ、ルーフとかね、ボディはそんなにねボロボロじゃないんですけどね、まあちょっとやっぱり冷凍庫なんか臭いまあ一回掃除したらね、まあ、綺麗になるとは思うんだけどね、ちょっとそこまではめんどくさいんでやってないんで申し訳ないし、まあ中に入るのが嫌なんだけどね。以上です。さあね、内装の方見ていきたいと思います。まあ内装言ってもね、別にこのぐらいなんで、この辺とかもね、もうヤニですごかったんですけどね、もうね全体ヤニが、まあちょっと後ろの方とかまで全然してないんだけど、まあ納車するときはねちゃんと綺麗にしますけど、ね、まあ、これでも汚いけど、これの100倍汚かったです。わー、汚かった。えらいなーとか思ってね、久々にあのヒット商品でしたね。はい、ヒットタバコ臭。で、乗り降りがすごいんでね、やっぱここが破れちゃってます。で、タワーウィンドウですね。よいしょ。ライトレベライザー。それと、距離が147,073キロ。はい、もう15万キロかな。で、高速ミッションです。で、冷凍庫ですね。さっき8度だったんですけど、今2度になってますね。はい。ラジオ。AM、FM、レディオでございますね。はい。こんな感じでね。まあ、タバコはもうね、完璧に吸ってます。もう、ここはもう、もうあれです。もうね、ほんと、こことかね、どこに見た、あ、こっちはあんまり綺麗になってるんで、これの10倍ぐらい汚いのがこびりついてました。はい、ここなんかもね、ここは綺麗になってるんですけど、ここはもうね汚れがもう取れないんですよね。はい、だからこんな感じです。まあちょっとね、もう一回やりますけどね、もうちょっとブラシとか使ってもう少しこうつけ置きしたりとかしてね、綺麗になるかもしれないんで、ちょっと頑張ってみたいと思いますけど、あと内装ね、もうタバコが臭い、タバコ臭い、もうタバコタバコタバコ、うーん、またもうタバコばっかだよ、もうね、こんな感じです。
じゃあエンジン音ね、行ってみたいと思います。まあ聞こえてると思うけど、じゃあね、エンジン音です。よいしょ、えい。まあ滑らかなエンジン音ですよ。はい、いう感じです。あとまあこれね、冷凍庫のエンジン音ね、こんな感じです。まあ、エンジン音、これはエンジン音じゃないのかな。エンジンどこにあるんだろう。あ、中か。ちょっとこれは庫内行きましょうか。庫内でも臭いんだよな、開けるの嫌なんだよな。息止めて、こんな感じです。今ね、めちゃめちゃ臭いのと冷たいのでね、もうシャレにならへん。あー、もう、あー、もう嫌。はい、さあ、まあそんな感じです。じゃあね、今日は、バレットトラックのレト車になりますね。はい、いう感じです。まあね、外装とかもね、内装もね、まあ、めちゃめちゃ綺麗になったんで、まあね、誰かね、この創業工事の方とかね、なんかお店とかでね、その自分でなんかやるっていう方がおられたらね、いい車だと思いますのでね、ぜひちょっと考えてみてください。そしたらね、この動画少しでもよかったらね、いいねボタンの方お願いいたします。チャンネル登録ですね、こちらの方いただけたら大変ありがたく思いますので、よろしくお願いいたします。あと、何でしたっけ、広告見てください。よろしくお願いします。じゃあね、車買い取り専門店 J ボヤ貸し店です。兵庫県神戸市西区玉津町新報214番地の1です。電話番号078-939-3070になりますので、ね、よろしくお願いいたします。いつもご視聴の方ありがとうございます。失礼いたします。